富永ポンドアートクイズ。奈良県の法隆寺が所蔵している装飾に玉虫の羽が使われている飛鳥時代の工芸品を何というでしょう。アートクイズの正解はこの後番組のエンディングで。つなぐ、作る、富永ボンドアートレディオ。こんばんは。木工用ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。3月になりましたね。春はもうすぐそこまで来ています。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週はさいたま市浦和区にある小西株式会社様、ボンドを作っているメーカーさんですね、こちらに僕行ってきまして、エントランスに幅8メートルの作品を描いてきました。そのお話を後半お届けします。アートニュースはニュクスのランタンという漫画の作者さん、高浜寛さんですね。高浜寛さんの美術展についてご紹介をしようと思っています。今週も15分間よろしくお付き合いください。耳で見るアートレディオ、パソコンスマートフォンをお持ちの方は高音質の無料アプリラジコで番組を聞くことができます。アートに失敗はない。つなぐ、作る、富永ボンドアートレディオ。今週のアートニュース、このコーナーでは今話題の展覧会や個人的に気になるアートのお話をお届けします。今回は高浜寛の漫画に登場するアイテムで読み解く19世紀末ニュクスのランタン蝶の道行き展をご紹介します。高浜寛さんは天草出身で、現在は熊本在住の漫画家さんです。第21回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を著作ニュクスのランタンで受賞されました。その作品のほとんどがフランス語に翻訳され、日本国内はもとより国際的にも高い評価を受けている気鋭の漫画家さんなんですね。皆さんもご存知の方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。中でもニュクスのランタンというタイトルはこれは話題になっています。1878年の長崎、触れたものの未来が見える不思議な少女と先進と享楽の都パリからやってきた夢の品々をめぐる芳醇なる人間ドラマ、海外でいち早く見出され高浜寛が描く明治ハイカラアンティークロマン、キャッチもいいですね。この世界観が魅力の作品となっています。僕も漫画は大好きですし、このニュクスのランタンの舞台が19世紀の日本とフランスということで、僕もパリにはご縁がありまして過去2度渡っていますし、今もパリのギャラリーとですね契約をさせていただいておりますので、興味があって読んでみたいなとですね。でウェブで検索をしたんですよ。そうするとトーチっていうサイトで、カタカナでトーチっていうサイトでニュクスのランタンの初めの何ページかを試し読みすることができたんですね。はい、読んでみました。で漫画って皆さんはどうか分かりませんが、ストーリーや設定とかはもちろん、それよりも絵柄、漫画の絵柄でその漫画にはまるかはまらないかって決まりませんか？僕はね結構そうなんですよ。こう面白いよこれ読んでみてって言われても、なんかね絵柄がこう自分と合わないと読めないっていうか分かんないかな、僕結構あるんですよね。で高浜寛さんの絵はまりました。すごい上手です
ね、まあ絵がお上手なのはもちろんのこと、この登場人物の心情を表す顔の表情、もうこれがねすごい豊かで繊細で細かくて、思わず感情移入をしてしまいます。誰が読んでも読みやすい小回りっていうのもねいいなと思ったし、まあ、アンティークな世界観、それからフランスのパリからやってきたこの夢の品々っていうのがねすごい具体的に書かれてるんですよ。かっこいいんです。背景描写もねすごい魅力的だなと思いました。このニュクスのランタンは現在6巻まで発売されておりまして、あ、すでに完結していますね。はい、一気に読んでみようと思います。僕まだ試し読みしかしてないんでね。はい、他の作品、蝶の道行きやサッドガール、こちらもウェブで試し読みすることができますね。さて、熊本市現代美術館で開催される本展ではニュクスのランタン、蝶の道行きなどから貴重な原画とともに作品に登場する高浜さん個人のアンティークコレクションが大公開されています。高浜さんがお持ちなんですね、アンティークコレクション。もしかしたら漫画に出てくるものがあるんじゃないか。あ、出てくる、作品に登場するって書いてるからね。で、特にニュクスのランタンの舞台は19世紀末のフランスですから、まあ、その時代考証に高浜さんが入念な現地取材、それから資料調査を行う中で出会ったアンティークの数々は作品にリアリティと華やぎを与える重要な登場人物キャラクターだと考えられています。あーねー、もうこのね登場人物、資料、アンティークの数々がもう登場人物だと、キャラクターなんですよね。高浜寛さんがこの歴史漫画の中に今を映す、その鋭い感性に触れることができる展覧会となっている模様です。高浜寛の漫画に登場するアイテムで読み解く19世紀末ニュクスのランタン蝶の道行き展、こちらは会期が2月22日土曜日から4月26日日曜日までです。会場は熊本市現代美術館記念ギャラリー、あ、井出信道記念ギャラリー、こちらですね。皆さんぜひご来場ください。つなぐ、作る、富永ボンドアートレディオ。僕が画材として使うボンド木工用接着剤ですね。これを作っているメーカーさんはまあ多くあるみたいですけれども、スポンサーをしていただいております小西株式会社様の関東支社がさいたま市浦和区というところに移転したんですね、東京から。はい、移転して、でそのエントランス、まあ、ものすごい広いんですけれども大きな壁があって、ボンドさんこちらに作品を描いていただけませんかという依頼を受けてですね、もうそれはね嬉しかったですね。最初は本当ですかっていう、だって5年前だったかな、最初に行ったのは、あ、ニューヨークに行く前だから2014年、それから4回訪問してダメって言われてスポンサー交渉ができなかったけども、その時はね社長さんまで話が行ってなかったんですって。はい、それでまあボンドを提供いただけるようになり作品を書かせていただいて、2月の15日から18日まで4日間行ってきました。エントランスでずっと書いていたんですけどね、社員さんとかが通られるわけですよ。でボンド使って書いてるでしょう。そしたらね、まあいろんなこと言われました。すごいですねとか、いいですねとか、もうありがとうございますも言われたし、いやなんかやっぱアートはわからんとかねいう方もいらっしゃったんですけども、まあそれでもね気持ちを伝えたくて、僕はやっぱし社員の皆さんの前で少しだけお話をさせていただいて、皆さん一人一人のお仕事があるからこそ
仕事を頑張っていただけているからこそ僕は作家活動ができてるんです、本当にいつもありがとうございますという気持ちをね伝えてきました。作品も無事に完成しまして、額装がつくんですよね。高さ2メートル幅8メートルですよ。その額縁、額縁の厚さが幅20センチぐらいあります。ものすごいごついんですよ。でもどうしてもそのフレームに入れたくて、まだね取り付け終わってないはずです。今収録してるんですがまだ終わってない。だから画像は、完成した画像は多分ブログか SNS にはあげると思うんですが、ぜひ見ていただきたい。今回はね、あの一番っていうとあれなんですけど、まあ、いつも一番いい作品を描こうと思って描いてるけど、今回のは本当に自分でもよく描けたなと思える作品です。過去の展示会では10メートル幅の作品5回ですかね、5回作ってるんだけど、それよりも2メートルちっちゃい。でも体感的にはなんかもっと大きく感じましたね。結構金額も見学だし、小西株式会社様だし、いやまあプレッシャーもあったし緊張もあって、で最終日には社長さんがいらっしゃって作品見ていただけて、第一声なんて言われるのかなと思ってねドキドキしてたんですけど、第一声すごいなって言ってくれたんですよね。もうすごい嬉しかったです。まあ僕はもう小西株式会社さんのボンドしか使いませんという熱い思いは伝えてますし、それも理由があるんですよね。なぜかという理由がある、みんな知ってるからです。あの黄色いチューブ、赤のキャップね、このボンドの容器の持つ力がすごいんです。僕はこの容器でしか書きませんというふうなことはねお伝えしてきました。はい、埼玉とか東京お近くにお住まいの方はね、自由には見に行けません行けません。許可を得れば見ることはできますので、小西株式会社様の経営企画室というところに訪ねてみてください。はい、ホームページ見れば連絡先載ってると思います。ぜひ生で見ていてほしいな、あれは。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではアートクイズの答え合わせをします。奈良県の法隆寺が所蔵している装飾に玉虫の羽が使われている飛鳥時代の工芸品を何というでしょう。正解は玉虫の厨子でした。アートクイズ次週もお楽しみに。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組の感想はもちろん、私富永ボンドへの質問など何でも OK です。宛先はメール bondbond@rkbr.jp、 ファックスは092-844-8844、 富永ボンドアートレディオまでお送りください。 RKB ラジオの公式 YouTube チャンネルにも投稿しています。こちらもぜひチェックしてみてください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。アートに失敗はない。お相手は木工用ボンドで絵を描く画家、富永ボンドでした。